よ、君が闇の中にいるというのなら僕も行こう。闇の中で本当の君を見つけ、二人で闇を抜け出す。そのために僕は闇の力を借り受ける。そこまで言うのならサイバー流裏デッキ、その切れ味吹雪、お前で試してやる。ディエル、天候はもらう。僕のターン、ドロー。レッドアイズワイバーンを召喚。カードを1枚捨ててターンエンド。俺のターン、ドロー。いでよサイバードラゴン。ヘルドラゴンを攻撃表示で召喚。バトルだ、エボリューションバースター。ヘルドラゴンでプレイヤーにダイレクトアタック。トラップ発動、オフェンシブガード。直接攻撃するモンスターの攻撃力を半分にする。オフェンシブガードの効果で1枚ドロー。さらに手札よりマジックカードタイムカプセルを発動。デッキからカードを1枚選択し、このカードをタイムカプセルに入れる。2回目の俺のターンにこのカードを復活させる。カードを1枚伏せてターンエンドだ。ヘルドラゴンは攻撃したターンのエンドフェーズに墓地へ送られる。我が名はダークネス、闇より再び蘇らん。俺のターン、召喚黒竜の火だ。黒竜の火の効果発動。フィールド上の黒竜の火を墓地へ送り、手札からレッドアイズブラックドラゴンを攻撃表示で特殊召喚する。もともとの攻撃力分のダメージを相手に与える。レッドアイズ黒煙弾。俺はレッドアイズを生贄に。現れろ、レッドアイズダークネスドラゴン。レッドアイズダークネスドラゴンはフィールドのレッドアイズを生贄にした時のみ特殊召喚が可能。攻撃力は墓地のドラゴン族1体につき300ポイントアップする。レッドアイズダークネス、ネオスに攻撃、ダークネスギガフレイム。トラップカード、アタックリフレクターユニット発動。自分フィールド上のサイバードラゴン1体を生贄に捧げ、デッキからサイバーバリアドラゴンを守備表示で特殊召喚。サイバーバリアドラゴンが攻撃表示の時、1ターンに1度だけ相手の攻撃を無効にする。俺はカードを1枚伏せる。そして僕は手札から超再生能力を発動する。このターン、手札から捨てたまたは生贄に捧げたドラゴン族モンスター1体につき、デッキからカードを1枚ドロー。ターンエンド。
俺のターン、ドロー。さらにタイムカプセルで除外したカードが手札に戻る。俺はサイバーダークホーンを攻撃表示で召喚する。なんだこのモンスターは。サイバーダークホーンは召喚時互いの墓地にあるレベル4以下のドラゴン族モンスター1体を選択し装備カードとして装着する。さらに手札からマジックカード巨大化。俺のライフポイントがお前より下の場合、装備モンスターの元々の攻撃力を倍にする。サイバーダークホーンでレッドアイズブラックドラゴンを攻撃。ダークスピア、トラップカードオープン。攻撃の無力化。カードを1枚伏せてターンを終了する。これが裏デッキのカードの一つ。どんな戦術が待っている。僕のターン、ドロー。マジックカード下流の火炎弾発動。その効果により守備力800以下の表側表示モンスター1体を破壊する。まだ私のターンは終わっていない。私はアタッチメントドラゴンを召喚。この瞬間、このカードは相手モンスターの装備カードとなり、その攻守を変更することができる。レッドアイズダークネスドラゴンでダークネスギガフレイム。俺はカードを1枚伏せ、ターンエンド。俺のターン、ドロー。強力な壺を発動。カードを2枚ドローする。トラップカードオープン。リビングデッドの呼び声。いでよサイバーダークホーン。サイバーダークホーンは召喚したとき、互いの墓地からレベル4以下のドラゴン族モンスターを装備し、その攻撃力をプラスする。そしてマジックカード融合を発動。ホーン、エッジ、ヒールを墓地へ送り、外国にサイバーダークドラゴン召喚。攻撃力1000のモンスターなど恐るるに足りぬ。サイバーダークは墓地のドラゴン族を装備し、その攻撃力を吸収する。俺はレッドアイズブラックドラゴンを貴様の墓地から引きずり出す。攻撃力3400ならば我がダークネスドラゴンの攻撃力が勝る。まだ効果は続く。俺の墓地に眠るカード1枚につき、サイバーダークドラゴンの攻撃力は100ポイントアップする。これがサイバー流裏デッキの完成形。サイバーダークドラゴンでレッドアイズダークネスドラゴンを攻撃。サイバーバリー召喚。サイバーバリーのモンスター効果に3つの選択肢がある。俺は第2の効果を選択。サイバーバリーとサイバネティックヒデンテクノロジーを除外し、デッキから2枚ドロー。レッドアイズスピリッツ。このターン墓地に送られたレッドアイズを特殊召喚する。レッドアイズダークネスドラゴンの攻撃力は
墓地のドラゴン族一体につき300ポイントアップ。カードを1枚捨ててターンエンド。俺のターン。トラップ発動。魔法反射方向メタルプラス。マジックカードの効果を無効にし破壊する。俺は魔法反射装甲メタルプラスとレッドアイズダークネスドラゴンを生贄に。レッドアイズダークネスメタルドラゴン。レッドアイズダークネスメタルドラゴンの攻撃力は墓地のドラゴン族1体につき400ポイントアップ。僕はマジックカードドラゴンハートを発動。このターンモンスターの召喚を封じる代わりにデッキから選択した3体のドラゴン族モンスターを墓地へ送り、レッドアイズダークネスドラゴンの攻撃力を1000ポイントアップ。そして3体のドラゴンが墓地に送られたことでレッドアイズの攻撃力はさらに900ポイントアップする。ダークネスメタルフレア。トラップカードオープン。パワーオール。パワーオールはモンスターからの戦闘ダメージを受けた時に発動。デッキからカードを1枚墓地へ送るごとにダメージを100ポイント軽減する。カードを1枚伏せてターンエンドだ。大切な仲間としてカードは僕の気持ちに応えてくれる。墓地のレッドアイズワイバーンの効果発動。このカードを除外することで墓地に存在するレッドアイズを復活させる。レッドアイズワイバーンよ、僕とレッドアイズの架け橋となってくれ。蘇れレッドアイズブラックドラゴン。俺のターン。前のターンでゲームから除外した異次元からの宝札は除外されてから1ターン後のスタンバイフェーズに手札に戻ってくる。さらに手札から死者蘇生を発動。この瞬間レッドアイズダークネスメタルの効果発動。手札を1枚捨てることでマジックの発動と効果を無効にして破壊する。マジックディフレクション。マジックカード天使の施し。マジックディフレクション。さらにマジックカードオーバーロードフュージョン。フィールドまたは墓地から素材となるモンスターを除外し機械族モンスターを特殊召喚する。俺が呼ぶのはサイバーエンド。現れろサイバーエンド。サイバーダークブルーダークネスバースター。トラップ発動。レッドアイズバーン。レッドアイズが破壊された時お互いのプレイヤーはその攻撃力分のダメージを受ける。トラップ発動ダメージポラリライザー。効果によるダメージが発生した時そのダメージをゼロとする。ダメージポラリライザーの効果でお互いのプレイヤーはカードを1枚ドローする。地獄をさまよう築き上げたサイバー流の全力。クルーがいい。サイバーエンドエタ
ターナルエボリューションバースト。さらにマジックカードリミッター解除を発動。このカードは自分のフィールド上に存在する全ての機械族モンスターの攻撃力を倍にする。勝つのは俺だ。消えろ敗者。